ノルマによるプレッシャーが大きすぎると、メンタルヘルスを大きく損なう恐れがあります。そういった過酷な環境で無理に頑張り続けるよりは、こんにちは。株式会社即決営業営業コンサルタントの江本です。日々の営業活動お疲れ様です。今日のテーマは営業が難しく感じる理由と乗り越えるための対応策3つについてです。営業マンなら誰でも経験するであろう営業が難しく感じる理由とそれを乗り越えるための対策について3つのポイントに絞ってお話ししたいと思います。営業はやりがいのある仕事の一方で様々な困難や課題に直面することも多いですよね。特に新人や経験の浅い営業マンにとってはプレッシャーや不安を感じやすいものです。そこで今回は皆さん一人一人が抱える営業の辛さを少しでも軽減し目標達成に近づけるためのヒントとなるような内容をお伝えできればと思います。ぜひ参考にしてください。即決営業、まず最初は営業が辛い5つの理由です。営業が辛く感じる理由から考えてみましょう。営業が辛いと感じる理由には大きく5つあります。1つはノルマによるプレッシャーです。営業職においてノルマは避けて通れないものです。しかし達成できないのではないかというプレッシャーは精神的な負担となりモチベーションの低下にもつながります。2つ目はテレアポや飛び込み営業により精神が消耗するです。特に新人にとってテレアポや飛び込み営業はハードルが高いと感じる人も多いのではないでしょうか。断られたり冷たくあしらわれたりすることで自信を失ったり精神的に消耗したりしてしまうこともあります。3つ目は商材に自信を持てない、お客様を騙している気分になるです。自分が取り扱っている商品やサービスに自信が持てないとお客様に提案する際にも説得力に欠けてしまいます。またお客様に必要のないものを無理に販売しているような感覚になってしまうと倫理的な葛藤を抱えてしまいます。4つ目はコミュニケーションが得意ではないです。営業職はお客様とのコミュニケーションが非常に重要です。しかし人見知りやコミュニケーションが苦手な人にとってはこれが大きな壁となってしまうことがあります。5つ目苦手意識が強いです。過去の経験で失敗を積み重ねていたりそもそも営業自体に苦手意識を持っているとなかなか成果が出ず自信を失ってしまう悪循環に陥ってしまいます。ここからは辛い営業をどうすればやりがいのある営業に変えられるのかその方法をお伝えしていきます。一つ目の対処法は売れない理由を徹底的に考えるです。営業の辛さを乗り越えるためにはまず自分がなぜ売れないのかその原因をしっかりと分析することが重要です。売るのが苦手な方は売れない理由を徹底的に考えてみましょう。自分の失注理由を分析してボトルネックを見つけられるはずです。具体的には営業パーソンごとに比較を行う、営業のプロセスごとに比較を行う、競合ごとに比較を行う、受注先の業界ごとに比較を行う、などがあります。営業パーソンごとに比較を行う理由は、同じ商材や商品を売っていても、営業パーソンによって売り上げは大きく異なるからです。売れている営業スタッフと自分と比較することで、販売スキルやコミュニケーション能力、マインドセット、の違いが浮き彫りになり、自分に何が足りないのかを見つけられるでしょう。営業のプロセスごとに比較を行う理由は、営業にはリストの作成、アプローチ、プレゼンテーション、クロージングなどの様々なプロセスがあるからです。自分のどのプロセスに問題があるのかを特定することで、ボトルネックを見つけ、そこを集中的に改善できるでしょう。競合ごとに比較を行う理由は、同業他社と比較することで、商品サービスの優位性や価格競争力など、自社が勝っている点、劣っている点が明確になるからです。これにより、競合に対する効果的な対抗策を立てられます。受注先の業界ごとに比較を行う理由は、業界によって求められる営業スタイルや重要視されるポイントが異なるからです。得意、不得意業界を分析することで、自分に合った業界に注力したり、苦手な業界の対策を立てたりできます。このように、様々な角度から自分を分析し比較することで本当の売れない理由が見えてくるのでそこから具体的な改善策を立て
やすくなります。二つ目の対処法は、定期的な振り返りで自分を客観視するです。例えば、今月ノルマが達成できなかった、テレアポの際に怒られたといった出来事があった場合、振り返って原因を考えましょう。日報や個人日記、スケジュール管理アプリなどを使って毎日の営業活動を記録すると良いでしょう。それを定期的に見返すことで自分の軌跡が分かり、課題が浮かび上がってくるはずです。この振り返りを習慣化することで冷静に自分を見つめ直せるようになります。そうすれば営業での辛い体験にも客観的に向き合えるでしょう。こちらの対処法は、ノルマが達成できなかった、テレアポや飛び込み営業をした際に散々説教されて辛かったという方にもおすすめです。三つ目の対処法は、それでもダメな時は転職です。商材に愛着が持てない、ノルマのプレッシャーが本当に辛い、どうしてもコミュニケーションが苦手で直せない、そんな時は営業に向いていないのかもしれません。商品やサービスに対して愛着が持てないと本気で販売に打ち込めません。本気で打ち込めなければお客様にも自信を持って進められないでしょう。ノルマによるプレッシャーが大きすぎるとメンタルヘルスを大きく損なう恐れがあります。そういった過酷な環境で無理に頑張り続けるよりは、ノルマがそれほど重くない会社に転職する方が賢明です。プレッシャーから解放されれば能力を十分に発揮するはずかもしれません。テレアポや対面での営業が本当に苦手であれば、別の営業スタイルに挑戦することを検討するべきです。例えば、インバウンド営業に特化した企業やデジタルマーケティングに力を入れている会社に転職すれば、自分の長所を活かせる可能性が高まります。コミュニケーション重視でない仕事に就けば、ストレスも軽減されるはずです。人生は一回きりです。無理に続けるよりも、自分に合った仕事を探す姿勢も大切です。営業にこだわらずに転職して新しい道を切り開くのも一案かもしれませんね。即決営業いかがでしたでしょうか。今回は営業が難しく感じる理由と乗り越えるための対応策3つを紹介しました。まとめますと、営業が難しく感じる理由は、ノルマによるプレッシャー、テレアポ飛び込み営業による精神の消耗、商材に自信が持てない、お客様を騙している気分になる、コミュニケーションが得意でない、苦手意識が強く、そもそもほとんど売れないの5つがありました。対応策の1つ目は、売れない理由を徹底的に考える。営業の辛さを乗り越えるためには、自分がなぜ売れないのか、原因をしっかりと分析することが重要です。具体的には、営業パーソンごとに比較を行う、営業のプロセスごとに比較を行う、競合ごとに比較を行う、受注先の業界ごとに比較を行うことが効果的です。対応策の2つ目は、定期的な振り返りで客観視する。日々の営業活動の中でうまくいかなかったことや反省点は記録として残しておきましょう。日報や個人的な日記、スケジュール管理アプリなど活用して定期的に振り返りを行い、客観的に自分の行動を分析しましょう。対応策の3つ目は、それでもダメな時は転職を検討する。対応策の1と2を講じても、どうしても営業が辛いと感じてしまう場合は、転職という選択肢も視野に入れてみるのも良いでしょう。商材に愛着が持てない、ノルマによるプレッシャーや、テレアポによるストレスが辛い、コミュニケーションの苦手意識が取れないなど、自分が抱える根本的な課題が解決できない場合は、無理に続ける必要はありません。転職活動を通じて自分に合った仕事を見つけることで、新たなキャリアパスが開けるかもしれません。ということでした。営業は決して楽な仕事ではありません。しかし、今回ご紹介したような対応策を意識することで、辛さを乗り越え、目標達成へと近づけることができます。もし今あなたが営業マンとして壁にぶつかってしまっているなら、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。そして諦めずにチャレンジし続けることで、きっとあなたも優秀な営業マンへと成長できるはずです。応援してます。我々株式会社即決営業では、YouTube 以外でも様々な形で営業マンの方にお力添えをしております。営業に関する具体的な技術を知って、もっと売り上げを上げたいという方は、この動画が終わったらすぐに即決営業の公式 LINE に登録してください。即決営業公式 LINE に登録すると、あなたの営業力が上がる3つのプレゼントがゲットできます。また東京大阪ウェブで
即決営業無料体験セミナーを行っておりますので、ぜひご参加ください。公式 LINE 体験セミナーともに詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックしてくださいね。本日は以上になります。株式会社即決営業、営業コンサルタントの江本でした。ありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。